遠藤聡と言います。我々のプロジェクトを紹介したいと思います。今回我々は7本のペンを作ります。タイプ A は、英語ではバリアグリッドアニメーションというんですけれども、しましまアニメーションと呼んでますけれども、目の錯覚を使ってですね、しましまの隙間の裏側に特殊な絵を移動させることで、絵が動いているように見えると、この錯視、この目の錯覚を使った、ペンです。これを2本作ります。それからですね、タイプ B は、それとは違った、やっぱりしましまを使うんですけれども、白と黒のコントラストに人間の目が引っ張られるというですね、そういう目の錯覚を使った、アニメーション、これでを2本、作ります。それからタイプ C はですね、タイプ A と同じバリアグリッドアニメーションの一種なんですけれども、このペンのために、新しく工夫してみた、アニメーションの方式になってます。どうなってるかというとですね、バリアグリッドアニメーションは、隙間から絵が見えるという発想が元になってますけれども、これの今回はですね、ちょうど昔のアナログテレビと同じようにですね、絵の元になる線を一定周期で繰り返すという考え方から始まってます。昔のテレビって調子が悪い時に縦に絵が流れたりしたと思うんですけれども、そういう発想で作っている関係でですね、このペンも、ちょうどこの、周期を、変える意味で、このしましまの幅を変えることでですね、絵が左に流れたり右に流れたり、大きさが変わったりするように見えると思います。ペンの製造自体は、デンマークの60年の歴史のある、エスケセンという会社に依頼します。皆さんにも気に入っていただけると嬉しいです。